1951年頃山崎ケサは、明治、大正、昭和期の弁護士である。社会主義者の事件を多く扱った。1877年、現在の長野県岡谷市出身。上京後、明治法律学校に学び、1901年卒業。同年代一回半事件児登用試験に合格、司法監視法となり、幸福裁判所詰めとなるも、 翌年以岸面刊し、1903年渡米赤羽はじめ、岩佐作太郎、高徳修水らと知り合った。1907年に帰国し、東京弁護士会に入会して弁護士となった。1913年、合同法律事務所の先駆けとなる、東京法律事務所を設立。1916年、平民法律書開設。1917年、 平民大学創立、弁護士団体である自由放送団の結成に参加。また、日本社会党、日本社会主義同盟、日本フェビアン協会の設立に関わるなど、社会主義者としても活動し、社会主義者の弁護を多数手掛けた。戦後は、三鷹事件、松川事件の弁護団にも加わった。米国伯爵を自称したり、 弁護士を安売りという広告を出すなど機構気分の人として知られ、数々の著書、雑誌を刊行した。ありがとうございます。